歴博色づくし、色、艶、形のアンソロジー、建築物彩色、染色品、錦絵、漆工芸、考古資料、印鉄券、縁あって歴博にやってきたちょっと不思議な資料の数々。企画展示歴博色づくしは、色をテーマとした鑑贈資料展です。ここでは色という言葉を大きく捉え、色、艶、形、すなわち色彩や質感、微細な構造をテーマに鑑贈資料を取り上げ、歴史学、考古学、民族学、美術史、自然科学の観点から色と人間の関わりについて考えます。色というキーワードから鑑贈資料のさまざまな見方を引き出してみたいと思います。コーナー1では2棟の建築彩色模型をご紹介します。第5次五重塔は京都府に残る最古の木造建築であり、国宝に指定されています。昭和29年から35年にかけて解体修理され、その際劣化や剥落が進んでしまった装飾文様、彩色も調査されました。この際建築当時の彩色を復元した彩色模型が作られました。装飾の文様、宝相下門にはツタや茎が描かれず意匠化されています。復元を行ったのは山崎章二郎。昭和54年には文化庁の選定保存技術、建造物彩色の保持者に認定されました。復元事業の成果品として文化庁に納めた成果品や、山崎が個人で保管していた資料が現在は歴博に所蔵され、復元の様子をうかがい知ることができます。建築物の装飾文様は長年の風雨にさらされて剥落、劣化し痕跡を残すだけのことが多いため、このように硫酸紙に痕跡を写し取り模写を行い、焼失部分の推定や顔料本来の色の判断を行います。硫酸紙の模写を彩色や文様に検討を加えながら和紙に清書し、彩色を復元した模写図を描きます。彩色を復元するために用意された色見本。1598年、最晩年の豊臣秀吉が第五次参謀院裏の山麓で催した第五の花見。この前年、五重塔の破損状況を目にした秀吉は多額の寄進をして修復を命じています。第五次五重塔に先駆けて解体修理が行われた平等院鳳凰堂。これも原寸大の建築彩色模型が作られました。模型には当初黄土色系の彩色が施されましたが、彩色を手掛け建造物彩色の第一人者となっていた川茂良一が現在の色に再塗装しました。その後やはり建造物彩色の保持者である馬場良治が平成修理での化学分析調査の成果を反映した模写を制作しました。彩色模型は文化財保護の取り組みを今に伝えるという新たな役割を担うこととなりました。コーナーには染色品の色を取り上げます。これは
京都の染色業者が作成した染め色の色見本、当時の流行色を知ることができます。江戸幕府の儒学者杉原平助が羽二重の紋付きを発注した時の注文書です。この見本のような色に染めてほしいと家紋と色見本の小編を添えています。一方こちらは山形の染色業者による女性の着物の地色と裾模様を選ぶための見本、実際に友禅染めで染めた生地が使われています。付箋には色と模様の名称が記されており、模様が重視されていたことがわかります。飛鳥時代から奈良時代の染色資料上代儀では、古の染色技術を今に伝える資料として珍重されました。特に明治期には産業振興策の一環として上代儀が帝室博物館や諸府県の博物館に頒布され、新製品の開発に役立てる試みがなされました。コーナー3は錦絵の色を取り上げます。赤い色をテーマに2種類の赤絵について見ていきましょう。1つ目は疱瘡絵。昔疱瘡は疱瘡疹がもたらす怖い病気として恐れられていました。赤色には厄除けや魔除けの意味があるので、赤一色で描かれた疱瘡絵を疱瘡にかかってしまった子供に送りました。赤絵の画題で代表的なのは大きな目のだるま。これは子供が寝込まないように、また疱瘡で目を悪くしないようにという願いが込められています。疱瘡絵をこのように枕屏風や疱瘡疹を祀る棚に貼るなどして病気の治癒を祈願しました。子供にも赤い着物を着せ、看病の人も赤いものを身につけておくのが良いとされていました。2つ目の赤絵は絵画絵。明治維新後、西洋近代文化を受け入れて変貌する東京の風景や風俗を描いた錦絵です。空を強烈な色感を有する彩度の高い赤い絵の具で塗り上げ、ケバケバしい画面に作り上げています。これは文明開化によって急激に変貌する世の中の祝祭ムードを表したものと考えられます。明治6年に色図による色彩教育が小学校に導入されました。アメリカの小学校で流布していた教材がそのまま翻訳して用いられました。しかしその6年後、明治12年の教育令の公布とともに、色図による色彩教育は姿を消すこととなりました。コーナー4は漆工芸の色を取り上げます。漆本来の色は茶褐色または透明感を帯びた褐色です。それに顔料を混ぜることで色漆を作っています。黒漆地に赤、黄、緑の漆を用いた漆絵。前近代まで漆の色は5色のみに限られていました。近代以降、冷気顔料の導入などによってより多くの色彩の漆を作ることが可能になりました。古くから漆工芸では蒔絵が特色のある彩色技法として発展してきました。蒔絵は半乾きの漆の上に金や銀などの蒔絵粉を撒いて模様を表す技法。粉の形や大きさによって仕上がりが大きく変わります。また色漆をガラス板に塗って乾いたものを粉末状にした乾漆粉を用いる色小蒔絵は、通常の金属粉には表せない
多彩な表現を可能にします。蒔絵や螺鈿などの装飾技法によって色相や質感が組み合わされ、多彩な色彩表現が生み出されてきました。この印籠の蒔絵は滝の白や水色を表現するため蜜絵技法が用いられています。霧油や絵の油に蜜絵、一酸化鉛を加えて乾燥性を高めたものに顔料を溶かして描く油絵に近い技法です。これは蒔絵螺鈿。貝殻片を埋め込む螺鈿の技法はアジア圏で広く行われますが、蒔絵表現と合わせることで螺鈿単独の場合とは全く異なる表現を生み出すことができます。多彩な素材をレリーフ状に彫刻して象眼する技法、芝山細工。金蒔絵を背景に明るい青や桃色に発色する螺鈿が華やぎを演出しています。豪華な高蒔絵を主体とした精密な蒔絵装飾。モノクロームの風景の中に花や鳥だけが着色されている独特の作風です。江戸時代の終わり頃、西洋人向けに輸出されたテーブルです。螺鈿の下に銀箔を敷き、そこに彩色を施す伏せ彩色螺鈿の技法が用いられ、螺鈿の質感と豊かな色彩表現が両立しています。花鳥図全体に伏せ彩色を施すのではなく、菊の一部などに螺鈿本来の色合いを残し、色彩のバランスを図っています。限られた素材から作り出された繊細な色合いは漆工芸ならではの魅力の一つです。コーナー5は考古資料の色を取り上げます。古墳時代、朝鮮半島からさまざまなものがもたらされ、列島社会は大きく変化していきます。この時代のさまざまな色の共有に着目してみましょう。古墳に埋葬された有力者、エリートが手にした品々です。これらは各地で同じものが出土することから、日本列島規模の共有が見られます。古墳時代後期から終末期は、多彩な玉が胸や手足を飾り、金銀の光沢が耳を飾りました。金属製の耳飾りは古墳時代後期以前は普及していないものです。古墳のさまざまな副葬品も各地で色の共有をしながら時代とともに変化します。古墳時代前期の副葬品は金や銀の光沢を持つ青銅の鏡、緑や青の色彩をまとった玉類など、金銀の輝きと緑、青、そして赤が主要な色彩でした。埋葬施設は朱色の顔料で彩られ、鏡や腕輪型石製品などには顔料が付着することもありました。腕輪型石製品は壁玉が緑の色彩を放っていました。この石製ゴースは身と蓋を結わえる紐を朱で表現しています。古墳時代中期以降は鉄器の生産が本格化し、さまざまな金属工芸の技術が導入され、新たな造形が登場。このような金メッキを施した薄い銅板を利用する金銅製品が朝鮮半島で作られ、これを模倣した生産が日本列島に普及します。金銀の輝きを放つ装身具を共有したのです。
館内に竜や鳳凰を表現する竿燈たちも朝鮮半島から伝わりました。しかし千葉県で出土したこのトースと容器は国内外に共有の例が見られないもの。金銅製のトースは鞘と束を金銅の装具が覆い、金銅製の巾着袋型容器は内側に革張りを持っています。朝鮮半島との深い関わりは日常生活にも新たな変化をもたらしました。朝鮮半島から素液と呼ぶ暗い色の硬い焼き物が伝わり、瞬く間に列島各地に普及します。素液の登場は釜を利用した器作りの始まりであり、大きな技術変革をもたらしました。古墳の出土品から新しく普及した素液と、古くからある赤や褐色の葉敷を合わせて使用していたことがわかります。古墳内部には古くから文様による装飾が始まっていました。特に6世紀になると九州に彩色による装飾が現れます。昭和30年代から文化庁の依頼で日本画家日下八光が各地で装飾古墳の模写を手掛け、さらに当時の色彩を再現しました。赤、白、青、木の色彩、従来の三角や円紋などの幾何学模様、盾や弓などのものに加えて人物や動物、情景が多彩に表現されています。コーナー6は鉄の隕石、隕鉄とそれから作られた刀剣の展示です。歴博に隕石と聞いてはてと思われる方も多いでしょう。なぜこのような資料が歴博にあるのでしょうか。隕石のうち鉄とニッケルの合金を主成分とするものを隕鉄と呼びます。隕鉄の表面を磨き薄い酸で溶かすとウィドマンシュテッテン構造という筋模様が現れることがあります。鉄とニッケルが溶けた状態から100万年に数度ほどの速さで非常にゆっくりと冷えた時にだけ現れる構造です。人類の鉄の利用は隕鉄に始まるとされています。かつて歴博に所属した鉄の専門家田口勇教授は隕鉄にどの程度の加工が可能なのかを探る研究を行いました。隕鉄から切り出し研磨して鍛造せずに製作された小刀、ウィドマンシュテッテン構造の質感がよく残っています。加熱・鍛造して素延べを行うとウィドマンシュテッテン構造は変形し、加えて隕鉄に含まれる鉄の硫化鉱物トロイリ鉱の黒い筋が現れ亀裂を生じてしまいます。隕鉄のみを使い日本刀と同様の折り返し鍛錬で作られた世界唯一の刀、脇差しアフリの剣。硫黄を高温で蒸発させトロイリ鉱を除去した完成に3年を要した刀匠苦心の作です。色彩文化体験コーナー彩り緑。
好きな色の色紙を8枚選んでポストカードに貼ると色見本の完成です。520色もの色鉛筆、醍醐寺の装飾彩色から取材した放送下門をレイアウトしたポストカードに色鉛筆で色を塗っていきます。大人も子どもも豊かな色彩の世界を楽しめるコーナーです。色、艶、形に焦点を当てた肝臓資料展歴博色づくし、いかがだったでしょうか。人間の営みに深く関わっている色、考えれば考えるほど不思議な言葉を本展示をきっかけに味わってみてください。